アコードツアラーは、ホンダ技研工業が生産、販売していた、ステーションワゴン型の乗用車である。本項目では、全身モデルのアコードワゴンについても述べる。初代モデルは1991年に登場し、日本国内で開発して、アメリカで現地生産が行われていたが、2代目は、ホンダのアメリカ法人で開発、生産され、日本、欧州、オセアニアなどで販売された。 三代目以降はアメリカではモデルが廃止されたため、日本で開発、生産された。二、三代目の時代には、セダンを、イスズ自動車にアスカとして、OEM 供給していたが、こちらに、ワゴンの設定はなかった。構造的には三代目アコードに設定されていた三、ドアのアコードエアロデッキとは異なり、五ドアのステーションワゴンとして開発された。 セダンと B ピラーより前側を共有し、後ろ側がワゴン専用設計となる。室内もリアシートより、前側はセダンとほぼ共通である。多くのステーションワゴンが収容力を重視して直立したテールゲートを採用する中、C、D 両ピラーの中間付近からウエストラインに向けて斜めに傾斜したテールゲートのデザインが特徴的であった。 このデザインは、テールゲートのヒンジが、車両後端から離れるため、テールゲートの前幅を小さくし、狭い場所での開け閉めが楽になるという利点もある。このデザインコンセプトは3代目まで維持されたが、4代目では、一般的な直立テールゲートに変更された。なお、本社の初代は、初代、オデッセイのベースとなっており、A ピラーより、前方。 エンジンルーム及びタイヤハウス周辺のフレームのみ、ほぼ共通の構造を採用している。1991年に登場し、日本では4月4日に発売された。エンジンは、K22A 型のみで、4代目セダンをベースに、日本国内及びホンダ R&D ノースアメリカがデザイン、開発を、ホンダオブアメリカマニファクチャリングが生産を担当した。 E ピラーより前をセダンと共用するため、基本的なボディサイズは国内の5ナンバー枠に準じており、室内幅もセダンと同じであるが、ドアモールの厚さから全幅の差がついている。ちなみに、アメリカではアコードワゴン、日本ではアコード US ワゴンと称されたが、欧州及びオセアニアでは3代目のハッチバックであるアコードエアロデッキが好評だったため、名称が引き継がれた。 ステーションワゴンとしての基本装備は抑えられており、テールゲート部を低く抑え滑り止め加工をしたリアバンパーや外側にオフセットされたエキゾーストパイプなどを備える。後席の前頭によるフラットな加湿の拡大が可能であったが、前述の傾斜したテールゲートとセダンと同じダブルウィッシュ防音形式のリアサスペンションの加湿への張り出しが大きいことから、 過失の使い勝手がやや犠牲にされている。日本向けには当初 2.2i のみのモノグレード構成で、運転席、エアバッグ、サンルーフ、ブロンズガラス、アルミホイール、フォグランプなどが標準装備だった。外装はダークグレー、ダークブルー、ワインレッドの3色、内装にはベージュカラーとグレーベースのカラーが用意されていた。 1992年2月にマイナーチェンジが行われ、2.2i に ABS が標準装備された。同年6月サンリューフ、ABS、アルミホイール、フォグランプなどが省略された廉価版の 2.2iR が追加設定された。1994年2月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。 1994年3月に2代目と入れ替わる形で販売終了。日本国内でもスタイリッシュなステーションワゴンとして人気を呼び、約3年間での販売台数は3万8000台に上った。一時は数ヶ月の納車待ちが発生した。1994年2月23日に発表され3月に登場。当初、エンジンは 初代と同じく回22バイト型のみだったが、後期型にはプレリュードに搭載されていた H22 アンペア型が追加される。このモデルもアメリカで開発、生産された3ナンバー専用ボディであったものの、アメリカ本国ではステーションワゴンからミニバンへと消費者の思考が変化し、売り上げは伸びなかった。反面、日本国内ではこのクラスのワゴンにしては比較的安価だった上、 社外パーツも各社より豊富にリリースされたため輸入車としては過去に例がないほどの異例の人気を博した。セダンにはイスズ自動車からアスカとして OEM 供給されたがアスカにはワゴンが設定されなかった。発表当時は2.26と 2.2VTL との2グレード構成。全車に充電式キーレスエントリーが装備されていたが米国仕様が 電波式だったのに対し、日本仕様は電波法に定触する懸念から赤外線式に改められた。1995年9月に1回目のマイナーチェンジが行われた。フロントグリルのデザイン変更やリアサイドマーカーの標準化を実施し、全モデル運転席 SRS エアバッグを標準装備した。バンパーの変更により、 全長がプラス 10mm の 4780mm となり、2.2VTL からアルミホイールやクルーズコントロール、助手席、SRS やバッグなどを省いた中間グレードの2.2ビクスが追加された。以後、この2.2ビクスが最も販売比率が高かった。1996年3月、ボディカラーにフロストホワイトが追加された。 1996年9月に2回目のマイナーチェンジが行われた。フロントグリルの格子がメッキからカラードになるとともに、ボディカラーにソラリスシルバーが追加された。また、全モデル全席、SRS エアバッグを標準装備し、2.2ビクスには、プライバシーガラスが標準装備となった。同時に DOHC ビテックエンジンの h 十二アンペア搭載の、サーガ。 それまでの最上級グレード 2.2VTL に変わり追加された。サーの専用装備としてフロント体型ブレーキや専用ヘッドライト、専用アルミホイール、ブラックカラーの専用シートが設定された。1997年9月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1997年10月に3代目と入れ替わって販売終了。 1997年10月9日に登場。このモデルから日本国内での生産、1000倍となり、正式にアコードワゴンとなった。またセダンには、姉妹車のトルネオと仙台同様イスズ自動車からの OEM としてアスカが存在したが、トルネオとアスカにはワゴンが設定されなかった。エンジンは、K23A 型のみであったが、 1999年のサーグレード追加にあたって H23A 型が追加された。トランスミッションは AT がゲート式4足 AT にマニュアルモードが付いた S マチックのみ設定。HID が標準装備だった。スタイリングにおいてリアガラスが緩やかに傾斜しており他のモデルよりラゲッジルームの積載容量は少ない。車体サイズも 5ナンバー枠の車体をフェンダー形状による増量で3ナンバー枠に拡大しているため他のモデルより車体が小さい。形式は CF6、7、CH9 及び CL2。なお、H23A 搭載モデルは合成工場の目的でハブとホイールが従来の PCD114.3、4ケツから114.3、5ケツに変更され、 以降の台ではすべてこの企画を採用している。2002年10月に生産終了。在庫対応分のみの販売となる。2002年11月に4台目とバトンタッチして販売終了。アコードより1ヶ月半ほど遅れて2002年11月28日に登場した。エンジンは すべて新開発の K24A 型2.4リットル DOHC となり、アコードセダンや翌年に発売されたオデッセイアブソルートに搭載されている 200PS と、後年に発売されたエリシオン2.4リットルや CRV に搭載されている、超低排出ガス仕様の 160PS の2種類のエンジンが搭載された。違いは、排気口が量、出しが全車。 右側のみのものが後者である。スタイリングを大幅に変更し、はやぶさをモチーフに設計されたウィングルーフを採用。先代の反省を生かし、後方部も傾斜式からごく普通の直立式になっている。さらにリアシートが下等式となっており、カーゴスペースが増大した。形式は CM23 である。ステーションワゴン発の電動式。 リアテールゲートが採用された。また、ヘッドライトは鋭く、セガン同様、ドアミラーウィーンカーを標準装備しており、リアコンビネーションランプは、従来の台形風から丸型重視の横長のテールランプとなる。トランスミッションは全、グレード S マチック付きで、仙台のゲート式からストレート式になったが、仙台の4足から5足になった。また、 24T と 24T エクスクルーシブパッケージにはオプション設定でホンダインテリジェントドライバーサポートシステムが装備できる。また欧州ではアコードツアラーとして販売されており、日本には設定のない6速 MT 車や N20 にアンペア型エンジンを搭載したモデルも設定されている。2004年10月21日にグレード整理が行われ、24。 EX ク,クルーシブパッケージが 24E プレミアムパッケージに変更となり新たにサイレングレードとして計20アンペア型を搭載した 20A がラインアップされた2005年11月24日にマイナーチェンジが行われた 24T シリーズはアコードセダン同様のタイプ S となり 24E シリーズは 24L となった2008年12月に ツアラーと交代して生産・販売終了。日本放送がラジオカー3号としてアコードワゴンが使用されていた。車体は黄色に塗装され、ボンネットには富士サイケグループのロゴマークが付けられていた。5代目の欧州仕様は2007年9月11日から23日まで行われたフランクフルトモーターショーにコンセプトモデルが出展され、 2008年2月11日に同年6月より販売されることが発表された。日本では折からのステーションワゴンの販売低迷もあり、生産終了が囁かれていたが、セダンと同様でフルモデルチェンジが行われた。名称は登場から4代目まで17年間使われてきたアコードワゴンから欧州仕様と同じアコードツアラーに変更された。ベースモデルであるアコードは、 アキュラ TSX として、すでに投入済みであり、ツアラーの方も2010年秋頃にアキュラブランドにて、TSX スポーツワゴンとして投入された。コンセプトは、日本を面白い方へ連れて行け。この台では、室内幅を拡大するべくボディを仙台比で80から9 0トル拡幅した。また、専用の片側スポット溶接設備、工程を導入し、ルーフと、 ピラーとの結合効率を向上させている。シャシーは低重心化を図ったほか、フロントピラーは四代目、ホンダオデッセイと同様に、高張力鋼材を多用した構造を採用し、太さを仙台ワゴンから18%スリムにすることにより、視界の向上を図った。安全性の向上としては、サイドカーテンエアバッグなど6つのエアバッグや、 車両挙動安定化制御システムと協調し車両の挙動を安定させる操打力アシスト機能全グレードに標準装備している。合わせて自己保護性能と相手車両への攻撃性低減、歩行者障害軽減を性能を従来より向上したボディを採用した。仙台と同様に高速道路での運転負荷を軽減する車速、車間制御機能をオプション設定し、 車線位置支援システムを一部グレードに標準装備したアコードワゴン初代二代目三代目四代目アコードツアラー初代ありがとうございます